さあこんにちは、ゆたかさん。はい、この5月セパともにあるチーム1チームずつがものすごい上がってきました。いや、上がってきましたって俺は予想通りだそうか、まず、まず恋の季節5月はと言っていたカープが、はい、来ましたね。ちょっとどこまで登っていくのか分かんない恋になってますよね。あら、もう登る登る登ってきますね、はい。これ5月の月間順位、5月だけで見ると広島がセリーグ中1位です。打率は2割5分、これは DeNA の2割5分5厘が1位なんですけれども、それに次ぐ2位、はい、なんといっても防御率がすごくて、防御率全体が 1.94 で、救援に関しては 0.99、うん、いや、それはもう分かってる分かってる。まずこのカーブの強さっていうのは、この5月のまず象徴するのは何が良かったですか？やっぱ中継ぎ陣が打たれないよな。 0.99 ですもんね、うん。やっぱ島内、栗林って8試合連続ぐらいノーヒット無得点、はい、もう完全にピシャーッと抑えてる、一本のヒットも与えないというね、うんうんうん。まあ、その記録が破れたのは、栗が今シーズン8勝利したときに、はい、やっぱ緊張からか2人とも打たれたんだよ栗を勝たせなきゃっていうね。そうそうそう、まあ、でもそれ以外は本当もう完璧に抑えてきてるよね。そうです、栗林選手もね、あのセーブ達成しましたし、はい、もうそうのね、抑えしてほしいんですけれども、さらに島内が勢い止めるな、相手のピッといきますね。でもその前に森浦がいいんだよ、はい、ここですね。森浦がさ、あのなんか華奢な体でさ、なんかこう人食ったような顔して出てきて、ひょうひょうと投げて抑えるんだよ。そうなんです、成長したなと思うよ。すごい、いやだからカープのファンはどうしても島内投手と栗林投手にやっぱね、目線行きがちだけど、この森浦投手すごいんだよっていうのも。いや、いいんだよ、やっぱいいんですね。フォームもね、ちょっと変えたんだよね、はい、前に乗っていくようなフォームに変えてるんだけど、はい、圧倒するような感じじゃないんだよ、うん、島内って圧倒していく時あるんだけど、うん、はい、圧倒する感じはないんだけど抑えるんだよ、うん。で、矢崎、はい、矢崎やっぱ昨年のその抑えの経験が生きてんなと思うよ、はい、そうです。度胸もいい度胸、座って投げてるしな、まあ、元気強いですもんね。いやだからここら辺の4枚が揃うと、うん、やっぱ7、8、9は完璧だもんな。特に森浦投手は三振率が 10.93、うん、バシバシだからバシバシっていう感じではないんだけど、釣っちゃうんですか、やっぱこうコントロールもいいんだろうな。あ、そうか。あと堀江投手、あ、これは球速くなってんだよ、いつの間にか。どうしたんだよみたいな。いやいや、本当にボールに力が出てきてるんだよね、うん。だからなかなかやっぱりな、イメージがこう良くなっていくと、あ、なかなか打てないよね。だからやっぱこの 0.99 っていうのは、本当に残りの5球団がこういった救援陣が出てきてしまうと、もう反撃ができないっていうこと。いやだからもう先発投手で勝負するしかないっていう。それが6回までって決まってるとさ、ね、2打席か3打席だもんな。いや、そうなんです、回ってくる3打席だもんな、うん、もうそれで勝負しなきゃいけない。そうですよね、それ終わっちゃったら、あ、もう 0.99 の中継ぎ陣に行かれてしまうってなると、あの先手先手で仕掛けないと相手チームは。いや、そうだからもう本当に立ち上がり勝負だよ、うん、ね、よし今からゲームが始まるぜみたいな、ゆうちゃんのこと言ってらんないよ、うん、そうですよ、ね、よーしみたいな、いきなり初回だよ、そうです、1打席目だよ勝負はってなってきますよ。いや、なってくるなってくる。ただその広島、その4月とか出だしがあんまり良くなかったっていうのは、はい、まあ、打てなかったな。あ、これはピッチャーではなく野手の方だったんですね、最初は。いや、やっぱ栗がいいピッチングしてても勝てなかったっていうのもさ、はい、やっぱり援護に恵まれてないとか、うん、まあ、森下もそうだけどもね、はい、援護に恵まれなかったっていうのは往々にしてあったね、うん、春先はね。まずどうしても坂倉選手の状態が上がってこなかったり、外国人が2人一気に抜けたりとか、うん、まあ秋山もね、あんまり良くなかったんだよ、はい、で野間がギリギリやってたかなっていうの感じがするんだよね、うんうんうん、で菊池もそうでもなかったし、だからみんな良くなってきてるんだよね。今上がってきてるんですよね。まあ、うぐさなんかお前、こんなにホームラン打ってたみたいな、うん、ありましたね、感じがボーンと来るしさ、はい、だから田村って俺も田村に惚れ込んでんだけど、田村がいなくなっちゃったからね、いつの間にか。最初ね出てたんですけれども、うん、そうなんですよ。で若手の二股、はい、二股選手いいですね。もうね、横浜戦でバント失敗したんだよ、ゲッツ食らったんだよ。そうです、そうです。
さん延長入って、はい、ね、勝ち越しはしたんだけど、うん、で回ってきて2点タイムリー、はい、もう食らいついていって、だからああいう姿を見てると、うん、やっぱ感動するしさ、なんかやっぱみんなで戦ってる、必死で戦ってんなっていう姿が見えるよね。特にカープはそれが強いですよね。でその中で途中から、うん、はい、矢野を入れた、はい、ショートに、はい、小園でショート行かないの、うん、と思った。やっぱサードに小園、ショートに矢野、これが形として決まってきたな、うん、めちゃくちゃ効いてますよね。いやだから守備もしっかりしてきたんだよ。そうなんですよね、矢野の守備半端ないぞお前そうです、ね、いや本当あの子の肩ってどうなってんのかなっていうぐらい送球いいからね。あとあの守備範囲もすっごい広いですよね。広いから自分でボケそうってさ、うん、なんか落ち込んでる時あるけどこれが取れなかったかみたいなはいはい、はい、でも普通だったら届かないからそこまで行ってるからね、あの子は。そうですよね、まあ、菊池と同等だよ。すごいだから菊池とやっぱスピードがあって、うん、あの守備範囲もあって、なんか忍者的な人間が2枚揃ったっていう。しかも2人とも打率いいんですよね。いやいいんだよ、矢野って守備だけで、うん、あのバッティングっていうのはね、うん、まあ、そんなに良くないなっていうふうには見てたんだけど、うん、やっぱ使って、うん、やっぱこう食らいついていって、うん、自分の形を作ってきてるよね今ね。ですよね。そしたら小園がショートからサードに回ることによって、うん、バッティングが良くなった。そうなんです、今4番打っていて、4番打ったりとか3番打ったりとか5番打ったりとかするんだけど、はい、クリーンアップから外れなくなって得点圏がナンバーワン今。そうです、まあ、回ったらまあ打つ。そうなんです。でこの一緒にアベックで打つのが末金選手なんです。そしたらお前黙ってないから、末金があの小園の野郎が打ちやがったから俺も打っちゃったみたいなさそう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 、なんかね本当にね、このラインすごいこう将来へ迎える、うん、あのラインが揃ったよね。でその小園末がないで坂倉選手、ちょっと待ってお前、まあ、おるぞみたいな。そうなんですよ、ああ、うん、いやいいチームになってきたな。で特にその末金選手が5月その上がってきてからっていうのが非常に打線に活気づいているというか、まあうね、まあ、その打線の中で何が足りなかったかっていうとさ、うん、やっぱり一発仕留めるっていうさ、末金がやっぱこうポイントでホームラン打ってくれるから、はい、まあ、それでもいいよ、それもいいよな、うん、いい効果だよね。そうなんだ。あれがヒットでまだ1点しか入らないんじゃなくて、はい、スリーラン打ってくれて一気に3点くれたぞみたいな。そう、これも大きいよ。大きいですね。大きい。で相澤の使い方、はい、坂倉の使い方、うん、これが非常に新井監督が、うん、なんかこううまい、うまいなっていうふうに思うようになったし、はい、で小園がサードに入ることによって林をあのファーストでしっかりもう固定で使えるようになったね。で林っていうのはサードやらせたら下手だったけど、はい、ファーストだったらなかなかな、そうですそうです、しっかり頑張ってるし、うんうん、あのよくみんな頑張ってるし、なんか置いてきぼりは嫌だぜみたいな、みんなそんな感じが受けるよね、うん、みんなで行こうぜみたいな。そう、全員で全員野球っていうなあ、ね、うん、いいなあだから豊さんはカープのその上がっていくポイントとしては主軸が決まれば必ずカープ上がっていくっていうふうにおっしゃってたんですよね。だからまあ小園が主軸になったし、うん、お前ちょっと俺が主軸だっていう末金が来たし、そこに刺激を受けた坂倉がおいちょっと待ってよ俺の方が主軸だと、はい、いうような、なんかこう競争があって、でその中で秋山とか、はい、野間とかある程度中堅からベテランになりかけてる、はい、あの菊池もそうだけど も, 菊池もあのいやお前たちなんか頼もしいなっていうような感じで見てくれてるし、支えてるっていう、ね、なんかこう演出してくれて、さあお前たちの出番だよって言って、うん、小園が返したり末金が返したり、非常にこう融合性もいいしね。ですよね、うん、だからまあ素敵なチームになったな。ですよね。もうベテランと中軸と若手っていうのが非常にいい感じでブレンドされてて、ね、ただこれ本当にそれがこの短期間の4月悪かったですけど1ヶ月間でそれが一気に整ったっていうのがまあすごいなって。そうだな、うん、整えたんだよね新井監督も。そうですよね、まあ、初期もな、初期、あ、そうです、あ、ね、なんかダイソー、なんか小僧みたいだったのがさいやだけどダイソーに出てくるとなんか嫌だなこいつっていう風になってきたしね、はい、ただ単なこう面白いキャラじゃなくなってきたし、うん、だからいやらしいやつになってきたし、ね、そうですね、だから本当に素敵なチームになってきたなっていうふうに
思うね。だ本当ね、外国人が2人本当に一気にすぐいなくなった時はどうなるんだろうと思ってましたけど、今外国人がね、あのもうあの打線に1人もいなくてもこうやってね強くなっていってるっていうのはすごいし、他球団が羨ましいんじゃないですか。セリーグの中のチームがやっぱ今のカープっていう、羨ましがっててもしょうがないよね。羨ましいとは思わないんだよ。思わないか。あ、だけど手強い、あ、いやらしくなったなと思うよ。うわーと思うよ、うん、だって DeNA、はい、ね、あの交流戦入る前に、うん、ね、3連戦やったけど全部勝ち試合ひっくり返されてるからカープにね。いや、見せようとか思うよ。そうだー、いや本当 に、 確かに、あのしぶとさとかさ、うん、あ、見事だったな。で、岡田監督が今セ・リーグで嫌なチームっていうとやっぱカープの打線を上げてたので、まあそりゃそうだろうな。そうなりますよね、うん。ただそんなカープも実は中日にはなんか苦手意識があるようで、2勝4敗1引き分け負け越してる中日にはちょっとね、中日にね、うん、カリステっていう選手がいるんで広島戦に強いんで。あ、そうなんですか。意外に、まあ、去年からそうだ、初ホームランが多分ね広島戦だし。そうなんですね、うん、あ、カリステはお得意としてるんですね。そう、広島戦にはカリステ使ってほしいそれ中日さんに新人提言というか、まあ、まあだけど、まあ、あの、まあ確かに苦手はあるかもわからないけど、うん、ローテーションの兼ね合いだとかね、まあいろんなことがあって、はい、だとは思うんだけどもね。いや、ちょっとね、カープがね、あのね、ここ、いやいや面白いと思うよ本当に。もしかすると交流戦明けて、まあ今現在でゲーム差なしで首位には立っているんですけれども、もしかすると交流戦このままいけばね、ちょっと突き進んでいくのかななんていうふうに。でもね、俺トータル的に見たらね、うん、俺相澤の力って俺でかいんじゃないかなと思うんだよ。俺ものすごい相澤の評価って高くて、そのキャッチャーとして、うん、でね、調子がいい時、調子がこう上がってくるきっかけっていうのは、うん、相澤がね坂倉に代わって、うん、で坂倉をファーストに回して坂倉をマスクかぶらした時があった。でも坂倉もそれを見てて、うん、あ、こういうリードもあるんだとか、うん、そういうことも学びながらファースト守ってたんじゃないかっていうこともあるし、はい、やっぱ所作、ピッチャーに対しての、うん、ああいうことも坂倉っていうのは勉強してると思うんで、相澤から、うん、だから俺相澤の力っていうのはね本当にね広島にとってバカにならないと思う。数字には見えてこないものがっていう。で、内野だったら菊池ね、はい、でセンター、あの外野だったら秋山、うん、だからこういうねポイントポイントにいるんだよ、そのベテランで見本となる。そうそうそう、だから俺はピッチャーがそれだけいいっていうのは俺相澤の力も相当あるんじゃないかなっていうような、なるほど、いや気がしてならないんだよね、うん、これはやっぱ直接ちょっと取材してみて、はい、相澤の首を絞めて、何で絞めなくて教えろ、お前吐けみたいな事情聴取じゃないんだ、ちょっとね聞いてみなきゃいけないんだけど、あ、ぜひ聞いてほしいですね、うん、いや相澤はこう喋ってくれるから。あ、そうなんですね。だから、ね、今度会った時にはちょっと聞いてみたいと思うけど、うん、俺も相澤の力っていうのは本当にこれだけの投手陣をね、はい、作り上げていく上で、うん、これは大きな存在だと思うけど、ね、ポイントポイントでやっぱマスクかぶるから、いや坂倉がダメだって言ってるわけじゃなくて、はい、やっぱ坂倉もまだまだ勉強するところもあるしね、うんうん、だから非常にいい具合で回ってるんじゃないかなっていうような気がするね。さあ続いてパリーグですけれども、パリーグはロッテです、はい、でロッテ今現在ですけれども9連勝中、はい、で今日、まあ、10連勝をかけてまた戦うんですけれども、はい、5月上がってきましたね。上がってきたな。なんかあの去年ねロッテ非常に強くて、ね、快進撃っていうのありましたけど、まさに今強いロッテになってるなと思うんですが、5月の月間順位はもう1位です、はい、ただ例えば数字で細かく見ていくと防御率は 2.48、 これはソフトバンクの 1.86 に次ぐものなんですけれども、はい、ソフトバンクよりは上回ってるわけではなく、はい、で救援防御率ソフトバンクは 1.15、はい、でロッテは 2.76、はい、この数字は実は、日本ハムの方が上にいるので、ソフトバンクも上回ってるわけではない。で打率も2割5分6厘、これはソフトバンクの2割6分3厘を下回ってはいますし、最下位の月間最下位のオリックスと同じ、うん、なのに月間今1位を、いやそれはもうやっぱり直接で勝ってるから。なるほど、14勝4敗、はい、
直接叩いてるって、スイープしましたもんね。そうそうそう、いやだから、まあ、そういうのは大きいし、うん、やっぱ打線がつながるようになったよね。はい、うん、それとやっぱ西野とか、うん、まあ、先発ピッチャーで言えば種市、はい、まあ、種市は心配だなと思ったのが、うん、立ち直ったからね、はい、だからこれもやっぱ大きいと思うし、うん、まあ、メルセデス、はい、こうもずっとゲーム作ってるんだけど勝ちが拾えない、うんうん、8回投げて直結したら勝ったというな。残業すればね、いいですよ、5回じゃなくて。そうそうそう、6回降りるんだってだから。そうそうそう、ね、うん、まあ、あとは佐々木朗希が、はい、そのカードの頭、うん、ソフトバンク戦でピシャーっといったっていうさ、あ、ね、まあ、1点はね、はい、取られたけどもやっぱ止めたというさ、はい、でそれも大きかったし、うん、だからまあ投手陣っていうのはもうやりくるをしながらだけどもさ、はい、だけどやっぱ吉井監督っていうのはピッチャー出身で、うん、やっぱりこうやりくりうまいよな。うまいです。まあ、昨年からもう後半苦しくて苦しくて、もうやめたって投げ出しそうなところだったんだけど、うんうん、もうブルペンデーを何回も使いながらって、はい、でブルペンデーでソフトバンクで勝ってみたりだとかさ、はい、まあ、色々こうそこら辺のその豊富にいるわけではないと思うけど俺は、うんうん、ね、うん、だけどそのやりくりっていうのは大したもんだなと思うよね。そしてそのねピッチャー陣にやっぱサポートするのが野手陣バッター陣だと思うんですけど、軒並、はいはい、み上がってきましたね。まあ岡一番に入って、うん、やっぱいいね。あのサヨナラのホームランもありましたしね。いいあったし、あの2打席連続とかな、はい、もあったし、あの5月でいうと月間打率が3割9厘、はい、でホームラン実は今5本と、はい、チームの中で一番打ってるっていう。そうだね、はい、外よりも打ってたんです、うん、いや外は、うん、だから俺は外の活躍っていうのすごいなと思うのは、うん、ホームランっていうのはあんまり意識してない、うん、はい、やっぱ打点っていうのを意識して、だからしっかりあのセンター前で打点上げてもらうくれたりだとかさ、はい、だから本当にあの打点ということに対しての集中力っていうのは今年高いな。高いですね。まあ、DeNA の時はもうホームラン打ってくれない、使ってくれないとかさ、いろいろあったかもわからないけども、うん、出るその年はね、はい、いやだからでもロッテに入ってからは本当にこううまくセンター方向に打つバッティングっていうのが目立つ。だからロッテとしては外を取ってよかったですね。めちゃくちゃ良かったよ、ね、だからポランコが今やっぱ状態がちょっと上がってないので、そうだ、ね、その分外の効き目っていうのはそうだな、良かったですね。よかった。それとね、はい、角中と荻野のこのベテラン2人がよく頑張るわ、はい、そうなんですよ、本当によく頑張る。でそのうち高部が戻ってきた、戻ってきましたね。そしたら角中とか荻野を休ませることができる、はい、そしたらそれをまた高部を使いながら融合させていくんだよ、うん、これが打線がつながるんだよ。すごい。でつながったら上位を打ってた安田とか、うん、そういう人間が下位を打てるようになった。そうなんですよ。下位から上位、今度はチャンスが回ってくるようになった。だから一番に岡がいるってヒロミちゃんみたいな、お願いするよみたいな、ね、ヒロミフィーバーですよ。いやだから本当にね、いい具合に回り出したよね。です。あとは小川選手、あ、うん、小川はいいと思ってたけどやっと出てきたなと思って、はい、月間打率が2割9分なので、はい、あのヒット持ってます、いいところでタイムリー持ってますし、これあの藤岡が万全であれば、うん、はい、もっとすごいと思うよ。藤岡のバッティングも覚醒してるからね、はい、で一方でその中村翔吾選手がなかなかそのサードで今シーズン、うん、まあ、去年からですけど、いやもうね出る幕がなくなってくるよ。こうなってくると、まあ、これはしょうがないよね、うん、実力の世界だから、はい、実績の世界だったら使うかもわかんないけど、うん、実力の世界っていうふうに割り切れば、はい、いや本当よっぽど頑張らないとさ、はい、出られなくなるよ。そうですよね、うん、こうなった、あと佐藤俊哉、あ、そうだ、キャッチャー、はい、もう一本化になってくるよ田村、もう正捕手というか、もういやもうそうだろうな、完全に本当にまあ、真面目だしな、献身的だしな、うん、佐々木朗希のもうやっと止めれるようになってきたしな、松川選手だけじゃなくてね、もう必死こいて、うん、まあ佐々木と回ったり組んだ時の汗の量っていうのは、うん、
倍ぐらい違うと思う。そんなにもう汗だくになってやってるから。いやそっか、そういうひたむきな努力っていうのも大きいですね。まあ、ただちょっと今話に出たその佐々木朗希投手が実は上半身のコンディション不良で抹消ということで、うん、この時期に、まあ、そうだな、ちょっと心配ではありますね。まあ、心配だけど打線がこれだけいいと、うんうん、まあ、あのカバーしてくれると思うよ。打の打線がってことですね。打線が、まあ、ただやっぱコンディション不良か、まあ、エースですからね。まあそうだな、ちょっとしらける部分ではあるけどもね。そうですね、まあ、でも故障させるわけにはいかないし。そうですよね。だからまあ早い回復をね望むけども、ちょっとあの疲労回復が遅れているっていう感じで、やっぱね、そうなんですかね、ピッチャー、まあ、ローテーション守るピッチャーって、うん、まあ、そのオールスターまではね、疲労回復なんていうのは、うん、まあまあ、だけど力投派だからな、まあ、そうですね、うん、速球でもありますし ね、 そこはちょっと心配ですけど、まあ、でもおそらくその怪我故障にはつながってないから、うん、まあ、疲労回復、俺も疲労してるんだよ、かなりそうですよね、毎日ね、もうね、本当ね、うん、疲労してる。だけど毎日出してますからね。頑張ってます。そうなんですよ、ぜひ佐々木朗希投手にもね。ちょっと待って、コメント欄荒れるからやめろお前と違うんだって。いやでもね、中6日と豊さん毎日毎日だけど、まあまあお前も収録だろみたいな。あ、でもほら撮ってるね、時間とか分量とか、あと豊さん、まあまあ、講演会行きながらだったりとかね。まあまあ、いや、一緒にすんだけど、荒れるって荒れる、そう、まあでもね、故障じゃなくてね、うん、まあ、早く1回飛ばしぐらいでな、はい、まあそれだったらいいけどな。そうそうそう、うん、でもメジャーの夢があるんであれば、やっぱこう1回ぐらいの飛ばしじゃないと、2回飛ばすぐらいの疲労回復だと、うん、ちょっと行ってからも苦労するだろうしな。そうですよね。だからまあ、まあ、自分に厳しくって、まあ、厳しくはしてるんだろうけども、うん、まあ、早い回復をね、まあ、願うけどね。そうですよね、はい、まあ、そんなレッテは今現在ですけれども、日本ハムと、ゲーム差なしで2位で並んでいます。あのちょっと、ね、現時点でな、現時点です、はい、あの1位の、ね、ソフトバンクと2位の日本ハムが結構こう走っていて、3位以下がちょっと開いてるかなと思いきや、この連勝でロッテが一気に来たな。一気に来ましたね。やっぱあの3立てっていうのは大きかったですね。いや、ソフトバンクには大きいよな、うん、それまで絶好調で来てたからな、ソフトバンクが。それをもう周東と柳田ピターッと2人抑えたから、だからそれはやっぱ大したもんだよな。ピッチャー陣もすごかったですよね。ピッチャー陣も大したもんだよ。そうですね、だからまあ夏場に、これから夏場にかけて、はい、そう、分からんからな本当に、うん、いくら話してたってソフトバンクだと故障者が出ると、うん、バタつくだろうしさ、うん、若手もねそれなりに育ってきてるけどね。そうなんですよね、河村とかね、はい、ああいう選手が育ってきてるから、うん、まあ、いいかもわかんないけど、うん、これは夏場はねもっと激しくなると思う。あ、今ちょっとね混戦セリーグと言われてちょっとパワー開きが出てると言われてるけれども、うん、そうそうそう、これが縮まってくる可能性もあるよと、うん、そうよ、そうよ、そうよ、なんで岡田監督になっちゃったんだろう。カープはね、はい、交流戦、はい、歴史的に交流戦っていうのはちょっと苦手にしてんだよね、広島がね、うん、ここをうまく切り抜けたらスポーンといくかも。もう恋の季節を抜けても、うん、まあ、抜けてますからね、もう実際ね、抜けてるスポーンといくかも。じゃあちょっとまずね、もちろんカープ注目と、ロッテもこの交流戦で連勝を伸ばしていったりとか。ロッテは意外とね交流戦っていうのは嫌いではないと思う。うんうん、交流戦にね抜群に強さを持ってる角中が歴代1位の打率なんで。あ、そうなんですか。交流戦大好き君がいる。もうセリーグ大好きなんですね。そうそう、角中君、角中君に注目もしといて。わかりました、はい。